50楽しんでいただけましたでしょうか。もうお昼あんなに暑かったのにね、なんかちょっと寒くなってきません？ね、そうですね、そうですよ、まだ暑いので、寒がりの私が言うとそうなっちゃう。でもやっぱちょっと焼けられてる方もしますよね。焼けてるのか、あのお酒なのかがちょっとよくわからない。酔ってるのかどっちかがわからない。腕見れば分かる。あ、そうだね。まあ、50回って結構長いですよね。トミーと国田くんは結構最近入ってきた感じですけど、カホさんからしたら最近や。お前もう34回できるんですよ実は。そっか、じゃあもう最初の方から17からなんで年齢みたいになっちゃう。そう、私17から17歳から知ってるので。それは確かに。なんで今その話なのかなって今ちょっと思ったけど、ボリューム17、ボリューム17から。そっか、じゃあ僕45からです。おお、何の王や。5回目だ。黙れ。いやー、でも本当に最初の方はですね、本当にいろんな試行錯誤をして、私とエソラビトさん、その他人行儀やりましょう。一応やっぱりあのね、富岡大樹さんって言わないといけないかなと思って。とマロテもね、あのしばらくして入ってきて、本当にエソラビトさんと。なんでそこだけどよめきが起こるのか。本当にいろんなことしましたよね、七子さんと。そうですね、あの結局戻っちゃったけどね、エソラビトさんじゃなくなっちゃった。あのね、その話するとすごいあれなんだけど、やっぱり石鹸とか大変だったよね。石鹸が一番大変だったという話です。本当石鹸と、あとミサンガ。あのグッズをいつもその時は手作りをしていて。分かったですね、あの時。そう、あのアイデアを出すのはいいものの、やってみると死ぬほど大変で。30個とか作るの超しんどかったですよね。今思えば懐かしいなと思いながら、まあ、それでね、いろいろこう試行錯誤しながら、ね、改善しながら、まあ、今の形になっているわけなんですけれども。懐かしいですね。懐かしいですね。辛かったですね。もう終わんないみたいな。前日までずっと石鹸吸ってるんですよ。そうそう、こういうのやってましたけど。そうですね、まあ、メンバーも増えてまたどんどん新しく進化していくということで、はい、またね、新しいフェスカフェを楽しみに、していただけたらいいなと思います。これ告知とかする、最初にするんでしたっけ。最初にしてた。最初にする。準備できた人からしてたね。お、じゃあ告知いきましょうか。じゃあ私からいきます。戸塚密着型シンガーソングライターのカホと申します。明日ですね、新宿、東新宿、真昼の月夜の太陽さんというところで、ライブがあります。私は明日のその箱ライブで、箱ライブをちょっと、一旦お休みして就業期間を取るというふうになっておりまして、まあ、就業前の最後の箱ライブということなので、ぜひね、たくさんの方に足を運んでいただけたらと思います。チケットはもう完売して、手売り分はもう全部はけてしまってるんですけれども、ご予約はまだ受け付けていますので、行けるよという方は、声をかけてください。あの前よりも当日も料金変わらないので、明日突然行けるようになって、行ってみようかなという感じでも大丈夫だと思いますので、よろしくお願いいたします。そんなところですかね。6月は、ちょっと ワンマンありがとう路上ライブというのをやっておりまして、あと2回ありますので、そちらもブログの方でチェックしていただけたらいいなと思います。あとは、新しいグッズとか CD とかたくさんまだあるので、ぜひチェックしていただけたら、この後物販もねやりますので、足を運んでいただけたらと思います。そんな感じですかね。以上、カホでした。ありがとうございました。日当たりのシンガーソングライター森下邦太と言います。僕毎月アットホームなワンマンライブ邦太の部屋っていうイベントを館内のリセットカフェという会場でやらせていただいているんですけれども、7月10日、僕の誕生日の前日になります。7月11日生まれ、セブンイレブン生き分。前日なんですけども、そう、7月10日に、国田の部屋、国田ズバースデーということでボリューム22開催いたします。お席残り2席と、なりましたので、ぜひぜひよかったら誕生日祝っていただけたら嬉しいです。どっこいどっこい僕がどっこい僕がそんな感じですね。バババババッと止めいきます。はい、
兵庫県の尼崎市出身のストリートミュージシャン富岡大輝と申します。ライブ告知、毎月、新横浜のベルズというところでアコースティックナイトというイベントに出演していたしまして、来週の水曜日、6月15日と、来月は7月7日なんと七夕の日に出演いたします。でこの日、七夕ということでラブソングオンリーというイベントで、30分の出番ラブソングしか歌ってはいけないという縛りで、7月7日、新横浜ベルズアコースティックナイトを出演いたしますので、こちらよろしくお願いいたします。そして、何度も言っておりますけども、8月7日に富岡大輝企画ボリューム2が館内のかもめというところであります。まだまだチケットありますので、ぜひぜひご参加いただけたらなと思います。この日、今日も、後ろでギター弾いてくださるジョジョさんがね、ジョジョさんと安部さんが参加してくださることになっておりますので、ぜひスペシャルなライブにしたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。はい、エソラベトの七子です。よろしくお願いします。ですね、私は明日、いつもお世話になっているプララ杉田、ね、杉田の駅にあるプララさんというところなんですけども、そこで商店街プロレスがあるんですが、そちらの休憩時間にリングの上で歌います。はい、以上じゃないんですけど、はい、先ほども言いましたが、新しく出した100枚限定のシングルだったり、T シャツだったり、あ、タオルがないけどタオルだったり、あと T シャツはもうあと XL が2枚でも終わりになります。あとタオル、そして、8月7日のライブのチケットだったり、いろいろ出してますので、もしよかったらぜひ物販立ち寄っていただけたらと思います。とりあえず明日遊び来てください。以上になります。よろしくお願いします。クラシックニットのマロテです。今日はありがとうございました。私たちは来週6月19日、木曜日夜7時ぐらいから、館内にありますリセットカフェ館内店で、マロテのおかえりティータイムという月に一度の、ライブがあります。先月かなから、オリジナルティーを作りましたので、これはリセットカフェ限定で発売しております。とてもおすすめの毎日飲めるような麦茶感覚で飲んでもらえる紅茶を、作りましたので、ぜひ、はい、お手に取っていただけたらと思います。よろしくお願いします。あとは明日、上岡でなんだっけ、ゆるりクラシックがあります。はい、ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは、今回は、ですね、ずっと PA をやってくれているギタリスト兼作曲家というかクリエイターの、ジョジョさんと、そして TME 社長の、浅見直樹さんが、浅見直樹さんだって知ってました？浅見直樹さんっていうんですね。生目さんがですね、サックスで参加してくれるということで、フルメンバー、フルメンバーではない、けれどもいつもいるメンバーのフルメンバーっていう感じですね。社長なんか喋って、じゃあすいません、私からライブ告知をさせてよっ、ありません。でもせっかくなんで一言だけ言わせてください。本当に50回のフェスカフェを迎えられましたことを改めて心より御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。ほら、全員頭下げるんだよ、こういう時。はい、できました。ということで、50回を迎えまして、本当にみんなが話した通りですね、1回目2回目迎えた時は本当に人が少なくてですね、そこから、それぞれがですね、それぞれの場所で活動して、この戸塚で月1回集まると、そういう機会がになっていってですね、こうやって皆さん多くの、交流の場にもなったり、我々
の同士もね、いろんな交流ができたりとですね、本当にありがたい機会をたくさんいただきました。会社が4年目を迎えてフェスカフェが50回を迎えられるっていうのはもちろん街の皆さんのおかげでもありますし、ね、ここに頑張ってるアーティストたちのおかげでもありますし、まあ、でもそれでもやっぱり皆さんが聞きに来てくださらないとやっぱり成り立たないイベントでございますので、本当に本当にいつも温かく応援してくださってありがとうございます。この場を借りて御礼とさせてください。本当に今日はありがとうございました。それでは、はい、寒いですね。ちょっと風も出てきましたけれども、行きましょうか。準備は大丈夫ですか皆さん。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、OK ですか。それでは、フェスカフェ50歳記念の50歳じゃないですね。なんかちょっとテンションおかしいですよね。ごめんなさいね。おじいちゃんおばあちゃんしっかりやりますね。最後セッションで聴いていただきたいと思います。バンクバンドウィズサリューの To You 聴いてください。Thank you.
これで終わりとなりますが、次回の告知をさせていただきたいと思います。7月以降ですね、フルメンバーこういう風に揃うことは、今日で最後なんですけれども、その月ごとで、出るメンバーが、2組だったり3組だったり変わっていきます。そして、外のですねアーティストも、呼ぼうということで、メンバーがねちょっと入れ替わるという感じになっておりますが、7月は私と、バロテのお二人が、出演となりまして、上村かなえさんという方と、きょんちゃんというアーティストさんが、来まして、それでフェスカフェボリューム51をやるという感じになっております。ので晴れていたらまた同じここで、雨だったら地下になりますが、またブログでねチェックしていただけたらと思います。7月2日土曜日になります。湯山箱スタンプラリーというですね戸塚のイベントとも、同時開催ということで、たくさんの方に、ね、足を運んでいただけたらいいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。というわけで、戸塚ディストルフェスカフェボリューム50これにて終了となります。